娘の生き霊。田中幸太郎。ある相場師の娘が父親にねだって買ってもらった着物を知り合いの裁縫師のところへ縫わしにやった。何しろ相場で巨万の富を積んだ家のことであるから、その着物も金目のかかった立派なものであったろう。また、そうした着物であるから、期日も急ぐので、裁縫師は他の仕立て物を後回しにして裁縫に取り掛かったが、期日が翌日の朝になっているので、その夜は1時近くまで仕事をして、やっと縫い上げたところで、客があった。裁縫師は夜遅くなって誰が来たろうと思って入り口の雨戸を開けると、それは相場師の娘であった。おや、まあ、お嬢さん。娘は艶のいい顔に微笑みを見せた。明日の朝までに、どうかと思って、見に来たのよ。やっと出来上がったところでござんすの。そう。裁縫師は、娘を上へ上げて、御座の中に包んであった、かの着物を取って見せた。すると、娘は、ちょっと、と言って、それを着るなり、ずんずんと表の方へ出て行くので、裁縫師は驚いて、まあ、お嬢さん、と言って、呼び止めようとした。と、娘の姿がなくなって、その着物ばかり、ふわふわと崩れるように、下へ落ちた。裁縫師は不思議でたまらないので、朝になるのを待ちかねて、相場師の家へ行ってみた。相場師は、その前に大柄をくらって、その夜のうちに、夜逃げをしていた。それでは。裁縫師は、そこで、娘の着物に対する、執着を、知った。